読売ファミリーをご覧の皆さん、こんにちは。山本ゆりです。今回は少ない食材で本当に簡単にできる料理ばかりを紹介します。はい、ネギ塩だれつくねを作ります。これはひき肉にたっぷりの刻みネギを、長ネギを刻んだものを入れてるんですけど、片栗粉とお酒を入れることで柔らかく仕上げています。これ、こんがりしたら裏返します。で、裏返したらここにお水を入れて蒸し焼きにします。半分の1ぐらいですかね、そこから。で、蓋をします。で、蓋をこうずらして乗せて水分が蒸発するように。で、火をちょっと弱めます。で、このまま水分がなくなるまで蒸し焼きにします。はい、こんな感じで水分が全部なくなったらもう火が通ってます。で、これさっき焼いたフライパンをちょっと焦げがあるのできれいにして、ある程度でいいです。どうせネギ塩一緒なんで味は。で、ここにネギ塩だれの材料、これ刻みネギにごま油と鶏ガラスープなどなど。ちょっとネギに火が通るぐらいまで温めます。なんか生でもいいんですけど、生がちょっと苦手な人もいるんで、ちょっと火通った方が食べやすい。このぐらい火が通ったら、先ほどのこのつくねに、タレっていうかネギって感じですけど、この味のついたネギと一緒に食べる。はい。で、最後粗挽き黒胡椒、これ好みです。かけます。はい。